三者、短期、短期、二者ということで二分線です。並びは412、そして5と6が短期、その後ろに73と二者ラインとなっております。はい、それではマサ予想を見ていきましょうか。こちらです。あれ、4逃げれば1の指し。また来た。なるほど、1着が1、2着が2、3着が457。あ、これもまた来たよ、ズブズブパターンですね。もしくは7が主導権を取った場合、その場合は番手の後ろの3番の選手が1着になるでしょうということで、1着が3、2着が7、3着が145となっております。だいぶ穴ですね。穴ですね。そうだな、むずい。ここむずいよ。だから奈良だからね、田中さんがね。田中大河さん、115期22歳、奈良出身。奈良出身、直近、うん、なんかあんまりいまいちやから頑張るんじゃないかなっていう予想。確かに地元はね、全7とかにしようかな。ボックスでもガミラもいいですね。ね、私もちょっと7押しますよ。でも一着はちょっとこう頑張って積極的に行くから垂れちゃうから全7。全7いいですね。ピックアップどうだろう。なるほど。はい、私こちらです。はい、124、123、142は本命サイドずらっと買いまして、あと穴目に全7を買いました。あ、そうだ、全7忘れてた。はい、もうこれ当てて笑いたいですね。奈良の選手応援しなあかんかった。そうだ、奈良の出身やしね。田中さん若いから多分今回攻めるんじゃないかなと思います。あ、入れるの忘れてた。ほんまは7入れようと思ってたんですけども、残り20秒になっちゃった。え、そう、20秒ならもうしゃない。10秒ならいけるよ、まだ全然。無理ですよ。無理か。そうだ、言わんでくださいよ。あー、残念。はい、もうこれはもう色々締め切られちゃいました。二射単67、31,000円、三連単672、398,250円です。10万車券。いろいろ当たりました。すごい、的中してます。全7、もういっちゃん最初に買ったやつや、これね。これしか買ってへんねよ、100ポイントだけだったんですよ。なんで急にそこ100ポイントにした。いや、なんかあの他に本命サイドも買おうって感じで先にこっち買っちゃったんで。あ、なるほど。抑え気味に行ったんですよ。でもね、入れてるのはそれでも一番嬉しいやつでした、全の中で。これで200倍。そう、300倍です。3100円。1000ポイントかってたら30万ポイント、3万返ってきた。うん、やばー、すごい。糸原さん買うって言ってたのに。ほんまや。そうなんですよ、10秒前やでとかって言われて。10万いきました。もう私だったら1000ポイント買ってましたもん。10万に。すごい。もう奈良の選手やったのに。あと3レースで全部使い切れるかな。10万いきよった。横でそうなん。10万ポイント超えよった。君が笑えば。あ、その確かに恥ずかしいやつ全部戻ってきた、こっちに。いやー、素晴らしい。いやー、しかしちょっとね、持ちポイントも相当増えたんじゃないでしょうか。5番の選手もちょっと心配でしたね。いろはちゃん10万ポイント超えてきました。お見事です。ありがとうございます。すごいですね。調子乗り方がすごい。100ポイントでこれだからさ。これはすごい、これは美味しい。取った人いる、いるよね。いっぱい今出てますよ。100円、39万になったって。すごい、どういう買い方したんですか。すごい、もう全然全然じゃん。本当におめでとうございます。全然全然。ありがとうございます。いろはさんおごって、私のポイントではござらぬ。すごい。ござらぬけど、まあでも、いや、なんかこういい当たりが良かったです。ましたね。いや、嬉しいですね。最高。あと怪我した選手、5番の選手ちょっと心配やわ。ね、ちょっとあんな派手な、ほんまに危ない。あんまり大変な怪我になってないことを祈っておきましょう。